放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言、両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。あ、そうですか。掴んだ、エルボー、蹴ってまいります。行くのか、ボディスラム、踏みつけてまいります。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだゴリゴリですね。そうですか。ボディスラムで投げてまいります。スタンディングを取らせます。組み合います。フライングメイヤー、スリーパーで締め上げます。掴みます。ハンマーを振りかざします。張ってまいります。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。ああ、なるほど。組みに行きます。ボディスラムで叩きつけます。腰を落とします。ハンマーが襲ってまいります。フロントからのキック、ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。こういった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。はい、行くのか、ロープに振った。このあたり引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね、技のつなぎがうまいですよね。的確ですよ。バックを取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。ロープに飛ばした。封鎖式で落としてまいります。先頭を見舞ってまいります。ロックアップ、切り返します。掴みます。キックで返します。張ります。組みに行きます。ロープに振って意地を打ち込んでまいります。ドロップキックであります。チョップがうなってまいります。ブロックします。腕を回します。強烈に締め上げてまいります。蹴りを見舞ってまいります。組み合います。逆に倒します。間を取っています。ドロップキックを放ってまいります。させません。抱えます。逆に投げてまいります。呼吸を整えています。行くのか、あっと返します。あっとエルボー、起こしてまいります。組み合います。さあ、まさに技の絵巻を見るような佇まいであります。ロックアップ、巻き投げで切り返します。起こします。よくスープレックスはへそで投げるなんて言いますけど、今なんか見ててもちゃんとそれができてますよね。ああ、そうですか。そのあたり今太鼓判が押されました。腕をフックします。キックを打っていきます。ガードします。小脇に抱えます。アトミックドロップ、カバーした。ロープに逃れた。ガードした。起こし、そのまま決めていった。組み合った。巻き投げで切り返した。
表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。鍵穴に決めてまいります。キーロック、フロントからのキック、組に行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。気合を入れてまいります。掴みます。ハンマーが襲ってまいります。蹴ってまいります。ロックアップ、パンチで返します。蹴りを見舞ってまいります。ハ
ですね。この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね。そのあたり注目じゃないですか。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。腕を取ります。腕を取ってまいります。掴みます。ハンマーが襲ってまいります。組みに行きます。切り返します。ブレーンバスターに取ります。させません。乾いた音が館内に響きます。ロープに振ってあばら折りに持っていきます。掴んだ。あります。腕を捉えます。返してまいります。スイッチしてまいります。打ち込んでまいります。組み合います。ネックブリーカードロップで落としてまいります。粘着室よろしく。首音の字固めに入ります。キックを打っていきます。抱えます。あっとエルボー。頸動脈を狙います。あります。掴んだ。フロントからのキック。クラシカルな技を繰り出してまいります。チョップが奪ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。ハンマーを振りかざします。蹴ってまいります。打ち込んでまいります。ここでタッチです。スイッチしてまいります。オーが入った。行くのか。ロープに振った。キックを打っていきます。こういう技なんですが、次の日ミミズバラになるんですよね。そうですね。でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。あっと返します。この辺り気迫がすごいですね。そうですね。こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。
者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。行くのか。ボディスラムです。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。ああ、これはまだ五分五分ですね。そうですか。相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。組み合います。逆に振り返した。ラリアット。リング下に降ります。まあプロとしては当たり前のことだと思うんですが、お客さんに見せる体を作り上げるために本当にレスラーは極限まで鍛えますよね。まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。円髄への逆水平チョップ、蹴ってまいります。ロックアップ。逆に振り返して、重いチョップであります。行くのか。コーナーに振った。常にレボリューションを旗頭に歩んでまいりましたこの天竜源一郎。この野郎というジェラシー、反骨心といった思いがなければ、あの天竜革命といったものは生まれなかったのかもしれません。引き起こします。ロックアップ。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。いやらしい顔面へのキック、組み合います。フライングメイヤーで倒します。ゴツゴツした鈍い音が響きます。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。容赦のないキック攻撃です。腕を取ります。エルボー。組み合います。コーナーに振って、カウンターで返します。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。グーを打ち込みます。掴みます。逆に返します。鉄拳を見舞います。掴んだ。起き上がり拳の逆水平チョップです。荒っぽいファイトを展開してまいります。キックを打っていきます。フロントからのキック、腕を捉えます。あと返します。蹴りを見舞ってまいります。キックで返します。乾いた音が館内に響きます。かち上げ式で打ってまいります。ブレーンバスターに取ります。ブレーンバスターから前に落とします。この辺りの関節攻撃いかがです。うん、ちょっと浅いですかね。そうですか。組みに行きます。巻き投げで切り返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。バックからスリーパーに入ります。ロープに逃れました。小脇に抱えます。させません。行くのか。逆に投げてまいります。スリーパーに捉えます。ロープにブレイクしました。チョップがうなってまいります。この辺り切れ味鋭いですよね。そうですね、一発一発がシャープに入ってますね。ラリアット左腕。ストンピングを叩き込んでまいります。抱えます。ブレンバスターで切り返します。ロックアップ。逆に投げてまいります。切り返します。掴みます。キックで返します。そのまま全体重を預けていった。ロープブレイクです。腕をフックします。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、ここからペースを持っていきたいですね。蹴り上げていく。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。エルボーで返す。そのまま浴びせていった。ロープに乗る。
顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね。期待できるんじゃないでしょうか。行くのか。フライングメイヤーで倒します。起こしてまいります。蹴ってまいります。組みに行きます。さあ、粘着質よろしく。締めに転じてまいります。腕をフックします。DDT。ラフ殺法に転じます。ロックアップ。グラウンドでの攻防に持っていきます。抱えます。DDT でマットに突き刺します。コーナーに登って。もうなんていうんですか。プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのは、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。組み合います。あ、お気をつけください。行くのか。あ、お気をつけください。さあ、この円熟した試合運びを早くも展開中であります。新世紀の世の中に昭和の香りを醸し出す、そのレスリングテクニックはベテランならではの妙技といったところでしょうか。脳天砕きブレンバスター。リング内に戻ります。リング内に戻ります。組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。ストンピングです。ロックアップ、逆に振り返した。ストンピング、蹴りつけてまいります。腰を落とします。あと、リバースで返してまいります。腕を取ります。腕を取ってまいります。組み合います。倒してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。張ってまいります。ロックアップ、返してまいります。ローリングしてのキック、ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。抱えます。リバースで返します。このポーズです。あと、スクールボーイで丸める。カウント2で返します。蹴りを見舞ってまいります。腰を落とします。あと、リバースで返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。キックを打っていきます。組みに行きます。逆に振り返して、組み合います。コーナーに振って、ラフな展開になるのでありましょうか。行くのか。切り返します。エルボーで返します。抱えます。耐えます。組み合います。投げてまいります。ラフ殺法に転じます。乾いた音が館内に響きます。あっと、逆に捉えた。後頭部円錐。リング下に降ります。リング下に降ります。気合を入れてまいります。腕を捉えます。あと、返します。抱えます。ゴリラホールパイルドライバー。バックに回ったジャーマンスープレックスホールド。カウント
35キロ。頑張れー冴羽明。頑張れー。レフリータイガー服部。頑張れなりました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。そうですか。掴んだ顔面を狙ってまいります。組み合います。倒してまいります。スリーパーホールドに入ります。ロープに逃れました。ロックアップ。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。あっと、そのまま倒します。抜けてまいります。ブロックします。抱えます。蹴りを見舞ってまいります。行くのか。フライングメイヤーで倒します。ラッサッポーに転じます。キック攻撃を見舞います。打たせません。ローを打ち込みます。フロントからのキック。ショーダを見舞います。引く力が強いですね。この辺はかなり有効になりますよ。ああ、ナチュラルな力ですかね。ストマックへの攻撃であります。強烈に打ち込みます。外してまいります。テイクダウン。抜けてまいります。掴みます。蹴ってまいります。切り返します。己の強さのみを他向きに追求する姿はまさにシューターといったところでありましょうか。得意のキッカンサブミッション攻撃、その切れ味は今夜もますます冴え渡っています。返して